チャオ、まひろです。4月30日の睡眠レポートを見ていこうと思います。今日はね、100取れなかったんだよね。なんかメンテナンスがあったからさ。はい。で、睡眠タイプはこれ、すやすやかな？そうだね。はい。で、寝るときはスーパー3で寝ましたね。はい、ポケモンが5体。少ないね。さあ、すやすや。というか、トープってぐっすり出した方がいいんだよね。ガーディーと、うん。あ、またプリンちゃん。先週プリンちゃんめっちゃ見たからな。おー、固まってんな。こん中で取るのガーディだけじゃね？別に何もいらない。そうか、ぐっすりか、ぐっすりか。ちょっと頑張ってぐっすり取らないとだね。そうなんすいる？ソーナンスいらんでしょ。まあ、ガーディもさ、編成に入らないと思うんだけどね。なかなか。まあ、トープで、身はあってはいるけども。はい、今日はここで終わりですね。ソーナンスはいらんだろう。いるかな？いや、いらんだろう。はい、今日の1枚はプリンちゃんにしとこうかな。トープ、マスターいけっかな？いや、マスター1はいけるか。はい、ということで本日はこんな感じで、こんな感じになりました。で、みんなの回収してって、お昼ご飯作っていきましょうか。とりあえずね、先週のラピスラズリで食材集めたおかげで、まあ、なんとなくいけてる感じ。今大爆発ポップコーンをね作ってんだよね。もう今回で作れなくなっちゃうかな。そうだね、若草コーンがなくなっちゃう感じだね。はい、じゃあ作っていきたいと思います。大成功。こい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 はい、来ない。最近大成功見てない気がすんな。わあ、バフがかかってないとほんと少なく感じるよね。はい、寝るときはハイパーいけっかな。あ、いけそうだね。夜ご飯あげて。で、ちょっと新しい情報が来てまして、はい、こちらですね。アップデートが来たので、こちらの方を見ていくと、炎タイプの雨の追加と、サウンドの追加。それと、ここが結構嬉しいとこかな。料理でのお手伝いポケモンの元気回復の効果を一部調整。お手伝いポケモンの元気が100以上の時、元気の回復量以下のように変更します。今までが0だったのが、1は回復するようになりますよということで、まあ、いつもだったらね、料理あげてからプクリンを発動させるっていう感じにしてたんだけど、まあ、今回からはもう1は回復してくれるから、プクリンを先にね、スキル発動させて料理でも大丈夫ってことだね。あと、フィールドに登場するポケモンの一部調整ということで、夏季フィールドで新たにポケモンと出会えるようになりました。若草とトープで、追加されてるポケモンがあるみたいですね。むしろ出会えてなかったんだ。どこで何に出会うなんてちょっと覚えてないからな。はい、ということでね、料理の回復の効果を一部調整してくれたのはすごいありがたいアップデートですね。はい、ということで、本日はここまでにしたいと思います。皆さんは何かいいポケモンに出会えましたでしょうか？明日もまた撮っていこうと思います。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。